宮中行事の一つで毎年8月に東国に置かれた直詞牧から更新された馬を代理な伝に置いて天皇の午前にて披露した後に出席した苦行らに一部を貸しし残りを馬つかさこの F に分配する行事直詞牧は品野、甲武蔵、上野の四国に及んだため牧単位で分散して行われ演技式政治要略によれば 8月のうちから8日間に分けて儀式が開かれた。また、後継次第によれば、東宮や上皇、それに、石官は不散であっても馬の歌詞を受けることが許された。ただし、石官への歌詞は、天禄3年に高齢化されたものと考えられている。また、儀式に先立って、当日の朝に、この F の将兵が更新された馬を、大阪関で出迎える駒、 迎えの儀式も合わせて行われていた。後に、シナ野国の一部の直詞巻以外からの更新は、途絶えたが、欧州から、あらかじめ購入あるいは、現地の有力者から更新された馬で不足分を補いながら、王人の乱の頃まで、断続的に続けられた。なお、これとは別に毎年5月5日の設営に先立って、記者、競馬の儀式の際に用いられる馬を、新納、 九行ら及び、機内周辺諸国から献上された馬を、天皇の御前に披露する、駒引きの儀式もあった。不産の石関への歌詞の発令は上平7年で、あるが、この時は特例と考えられ、天六三年に石関にも、因東宮に順じて歌詞が命じられて、以降恒例となった。ありがとうございます。